はいどうもお座敷レーサーチャンネルのキットでございますえー、とですね今回は前回に引き続きまた商品の紹介をしていきたいと思います今日は前回は商品の紹介じゃなかったな、えー、4ヶ月使ったっていうやつでね、えー、このね HDPVR2 の4ヶ月使った感想というのをねやったんですけれども、えー、早速ねコメントをいただきましたえー、とですねちょっとわかあれなんですけども、えー、下村達彦さん からですねえー、買おうか迷ってます、えー、金額の面もありますし学生なのでいいパソコンではないのでないのでアプリケーションが入らない可能性がっていうことで、えー、確かに、えー、この HDPVR2 えー、とですねおお <laughs> 取れちゃった、えー、こちらにですねスペック表があるんですけれどもまあね、えー、パソコンに詳しい方は分かるんですけど ちょっと疎いというかですね疎いって言うと失礼だな、えー、あまり詳しくない方が見るとですねもう何のこっちゃ全然わかんないんですよねえなので、えー、これはですね、まあ、ちょ初心者向けとは言ったもののちょっとこうとっつきにくいのかなっていうのがね実はあるのかなと思いますで、えー、私ですねちょっとこの4ヶ月買って、えー、不具合が出たので、えー、今回ですねちょっとね気になる商品がね あったんでそれをね紹介したいいと思いますそれがですね、えー、こちらになります。すんげえこう映ってるね。<laughs> まだね、あの、これ、来てね、えー、ビニール貼ってるままなんですけど、はい。えー、なんだアーバーメディアのですね、えー、なんだっけ <laughs> ?AVT の、えー、C875 ってやつですね。えー、これもですね、実は。 えー、書いてある通りですね、えー、キャプチャーデバイスなんですよね。ただ、ポータブルって書いてあるんで、このポータブルはまた後ほど説明したいと思います。じゃあですね、<laughs> 早速ですけれども、えー、この外箱、えー、見ていきたいと思います。その前に、今度ね、えー、ビニール剥ぎたいと思います。<laughs> <laughs> はい、それではですね、えー、外箱見ていきたいと思います。ビニールね、ビリビリ剥ぎましたんでね、すんげえ見やすくなりましたね、えー。アーバーメディアですね。 その紙プレイをどこでも自由にレック・紙オオプンはいで AVT-C875、えー、ポータブル・ビデオ・キャプチャー・デバイスということですねすげえかっこいいんですよねこれはいで横がねこっちになってますパッケージ内容ですねまあねこういろいろ貼っているわけでございます多分ねこれ1個で全部ねまた、えー、取れるんじゃないかなという感じですねで、えー、こちらがですね スペック表になっております。これも一応スペック表書いてあるんですけど、まあ似たりよったりですね。ただね、えー、これすごくいい機能があります、ね、それで、ねえー、それもね、今回、えー、紹介したいと思います。ではい、反対側を書いですね、えー、2年間保証ということですね。えー、書いてあります。こんな風にですね。アーバーメディア、すごいこれ箱がかっこいいな。じゃあ中ね、見ていきたいと思います。えー、まずは本体ですね。 これを取ると何か出てきた !X スピリットなんだこれはちょっと分かんないぞ、えー、ポータブルキャプチャーデバイスアーバーメディア AVTC875 クイックガイドってことで、ね、これ説明しますねドリルリルってこんな全然見えてないこんな感じですねさあアーバーメディアのケースかっこいいなんだこのかっこよさすごいかっこいいぞ <laughs> これは HDMI のケーブルですね。はい。USB のコード。わ <laughs> かんないけど何かの端子ですね。そしてそして、あ、これはさっきのやつじゃないの違うの ?S 端子とか色々付ついてますね。これが多分コンポーネットですね。すごい。コンパクトだなあ。えー、ミニジャックですね。なんでこれついてんだろう。すごい不思議だ。はい。ということで、以上。 以上ですね。はい。あとですね、えー、結構、あれなんですけど、こういうですね、えー、私、アマゾンで購入したんですけど、てか、サイトで購入ってやると、えー、こういうの出てくるんですけど、こういうですね、えー、アマゾンで買うと、こういう、えー、商品、商品じゃないな、えー、あります、レシート。レシート的な感じですね。これが実は保証書になりますんで、これね、皆さん、えー、お捨てにならないように、えー、取っておいてください。 ちなみにですねこれは外箱にも、えー、書いてございます、えー、とこちらですねはい本製品には、えー、保証書は添付されておりません修理の際にはお買い上げ時のレシートが必要となります大切に保管してくださいということなんで、えー、必ず、えー、これはですね一緒に説明書と一緒に保管をしてくださるようにお願いいたしますさあ、えー、それではですねこれ早速ですねバラしてバラしてじゃねえ <laughs> 詳しく見ていきたいと思います これね、本当はねこういうフィルムって撮りたくないんですけどまあね今回は撮っちゃおう結局でィーンなんだこれフォなんだだんだわかんないあーなんかわかんないけどこれ撮っていいのかな撮っちゃおう <laughs> 読めない SDHC カードあーなるほどここに SDHC カードが入るんですね それではですね、えー、詳しく見ていきましょう。はい、えー、外見こんな感じですね。えー、このボタンがですね、えー、パソコンと、えー、これなんですけれども、実は、実はですね、パソコンがなくてもこれ単体で取ることができるんですよね。えー、マイクロやった SD カードを入れるとですね、えー、これ単体で取れるということですね。で、えー、これがパソコンに行く USB になりますね。さあ、裏面ですね、ちょっと分かりにくいかな。わかりますね。 えー、AV のインと HDMI のインとアウトそして、えー、オーディオのインアウトえー、すごい。オーディオのインとアウトがあるんだ。これ、どうやって使うんだろう。えー、はい。そしてですね、えー、こいつなんですか。お気づきになりますかそうなんです。実はね、電源がないんですよ。じゃあ、どこで電源をね、こうするのかっていうとですね、これがですね、 えー、USB から、えー、電源を供給することになっております。なんで、えー、パソコンにつないだその電源、USB ですね、からこう電源を供給して、これが動くっていうことですね。ちなみにですね、HDPVR2 はですね、えー、このようにですね、別であったんですよね。えー、5V の電源があったんですけれども、今回のは、えー、ないと。そして、分かるかな これ <laughs> このね、なんだこ, <laughs> このなんかすごいかっこいい形になっちゃったけど、このね、大きさですよ。半分ですね、約。HDPVR2 の。そして厚み。これすごいよ、ほら。なんなんだ、これ。<laughs> これもね、約2倍。だから、簡単に言うと、えー、これのスペース。 えー、からですね約2分の1になっちゃいましたね <laughs> いやーいいないいないいなここにですね、えー、SD カードを入れるんでございます確かね3 2 g b が推奨だったかなすごいこの高級感満載だなでですね、えー、HDPVR でも、えー、あったんですけど実はこの真ん中がですねこの聞こえますかこれボタンになってるんですよねだから えー、すごい嬉しいこれ初心者にすごく嬉しいですね一回一回パソコンのところをクリックでしてあの再生とかじゃなくて、えー、これだけで痛い <laughs> 痛いこれだけでも取れるという感じですねすごいよいっていうかね軽いうんはい外見こんな感じですねめちゃくちゃかっこいいなさあそれでは実際につけていってみたいと思います まずはですね、えー、先ほどですね、なんだこのケーブルって言ったやつなんですけども、こいつですね、えー、この端子、えー、これなんですが、あこれがですね、PlayStation3 用の、えー、AV コンポーネットの端子になります。で、このでっかい方はですね、おぴんぼした、当然 PlayStation3 の方に行きます。で、こっちの細い方ですね。 えー、こちらのわかるかなこの AV のインっていうところにぶっ刺します方向に気をつけてくださいねうんズンゴッと刺して、えー、次にですねあのー、付属でですね、えー、この HDMI のケーブルがついてたんですけどちょっとね撮影の関係上すんげえ短いんですよ <laughs> なので、えー、今回はですね、えー このですね、ちょっと直接テレビから持ってきてるちょっと長いケーブル。これを使ってやっていきますけれども、えー、容量、容量というかね、方法一緒です。これはですね、こっちの、わかりにくいね、手カってね。<laughs> HDMI、HDMI のアウトですね。こっちは、えー、XBOX とかですね、そういうのが、えー、付きます。えー、こっちですね、アウト側にズゴッと差します。で、このオーディオアなんですけども、えー、イン側はね、ちょっとわかんないんですが、 アウト側。これはですね、えまあ、なんでしょう、サブでこう、ん2.1チャンネルのスピーカーがあったりとかした場合は、ここにこう、ズゴッとさして、えスピーカーに引っ張るということもできます。あとは、イヤホンじゃなかった、ヘッドセット、ヘッドセットじゃない、ヘッドホンもなんかも、ここにね、ズゴッとさしてつけられるということですね。さあ、そしてですね、えお待ちか、お待ちかないんじゃないな、えこちらですね、え USB。 えー、これなんですが、これはパソコンの方に行きます。ちょっとね、ここは準備してますけれども、このパソコンに行きます。で、こっちのちっちゃい方を、えー、側面ですね、こっち側に PC のマークがありますので、ここにね、えー、向き注意して、ズゴッと刺します。さあ、えー、こんな感じですね、えー。これがパススルーのー接続のやり方になります。 さあ、ではそれではですね、実際に、えー、やっていきたいと思いますこの USB をね、えー、<laughs> 映んない <laughs> この USB を実際につ、えー、けていきますズボッとズボッと一回挿してるねちょっとあれなんですけどもそれとですねこのように、えー、ちょっと白くなってるかな、えー、青いんですよねこれ実は、えー、ちょっと白くなってますけども これがですね、時計回りになっているときは準備中なんで、えー、必ず、絶対ですね、この USB を抜いたりとかですね、この機器、接続してある線は抜かないようにして、えー、ください。で、えー、アーバーメディアの専用、専用というかね、その、えーそ、何でしょうか、ホームページに行くとですね、えー、アーバーメディアの RE セント,セントラルという、ねえー、ソフトがあります。これですね、めちゃくちゃかっこいいな、立ち上がりが。 こんな感じかな。ああ、終わっちゃった。<laughs> さあ、こんな感じでね、ソフトが立ち上がって、えー、初心者、上級者、中級者とありますけれども、まあ、最初はですね、えー、初級者でやるとですね、ノーシグナルと出てきます。えー、これはですね、まだ、プレイステーションの電源入れてないんで、こう,、えー、こういうのが出てくるんですけど、ちょっと、ね、電源入れてみます。ポチッと。 ああするとですねどうなるかどうなるんだ <laughs> ハンドルが軽快に回りだしてはいそして来ないえー、来ないってそれはその時はですねこちらの現在の PC とか他の PC でありますけどこのゲーム機でやるとあこのクリックして開始ですねこの開始を押してあげると このようにですね、準備完了とこのようにですね、えー、画面が出てきます。で、えー、実際のモニターの方もこのようにですね、画面が表示されております。はい。では実際にね、触っていきたいと思います。てかもうこれでね、完了なんですけどね。で、えー、準備完了。これをするとですね、えー、実際にここに、えー、現在の方画面が出てきます。当然おたら、ね、おたこれ、 やりますとよいしょ拡大しようかなズボッとどこ向いてんだこっちだぜ <laughs> さあこのようにですね画面が出てきてえー、かりますかねちょっと音とねこの若干ずれがあるんですけどもちゃんと正常に映ることができましたさあいかがだったでしょうかえー、今回ですねこの、えー、アバメディアの、えー、AVD AVTC875、おっ、いた <laughs> の、えー、開封動画やっていったんですけれども、まあね、ちっちゃくて、あと、電源線がない、いらない、電源ケーブルがいらないっていうのと、あと、このね、ちょっと紹介しなかったんですけど、PC と、このえ、なんですか、ね、メモリーカードの、えー、絵があるんですけど、これの切り替え、これでですね、えー、なんと、えー、パソコンいらずで、えー、録画ができるっていう、ちょっとね、 あのメモリスティックがないんでメモリスティックセンタ SD カードがないんでちょっと実験はしてないんですけども要はですね、えー、友達の家に行って、えー、動画を撮るのにこれこれとですね、えー、あと付属の線、えー、HDMI ケーブルもしくは AV の端子さえ持っていくとあこの2つですね、えー、この2つを持っていけばまあ撮れると動画が撮れるということですね。 まあ機種によっては HDMI が2つになっちゃったりするんですけど、その線がですね。なんですけども、まあそのパソコンいらずで撮れる。で、帰ってきて、動画を編集して動画をアップできる。っていうね、ちょっと優れたりもできます。で、これちっちゃいんで、その、このようにですね、ポケットがあるんですけど、ここに。こんな感じでね、スポッて入っちゃうんですよ、ほら。ほら。なんで、ね、ほんと友達に家に行って、どうだいちょっと、紙動画撮んね。 みたいなこんなね使い方ができるということですよね。えあそれとねあともう一点。えー、っとねやっぱ画質がね、えー、HDMI に比べるとまあ PlayStation3 なんですけども、えー、コンポネーネットはねやっぱちょっとこうぼやけた感じになりますね。画質がねだから、えー、HDMI みたいな感じで考えているとちょっと画質が悪いかなっていうそんなイメージあるんですがただえー すごく綺麗、えー、なんで USB の,その S 端子とかよりも全然綺麗なんでその点はね、えー、すごくおすすめなんじゃないかなと思います、えー。というわけでですね今回この、えー、アーバーメディアの、えー、AVTC875 の開封およびレビューをやっていったわけなんですけれどもいかがだったでしょうかえー、下村達彦さんこれね、えー、そのパソコンのねスペック考えずにねこの SD カードとねパソコンでこういり替えができちゃうんで、えー、ぜひねこれをね購入してみてはいかがかなと思いますで、えー、これなんですけども Amazon でですね19580いくらだっけ <laughs> <laughs> 19263円だったんでまあちょっとお高いですけれどもまあどうだろう変なのを買うよりもこれを買ったしまった方がね手軽だし軽いし えー、あとかっこいい格好 <laughs> がねめちゃくちゃいいんで、えー、おすすめの商品なんじゃないかなと思います。はい、というわけで、えー、以上 AVTC875 の開封およびデビューでしたじゃあ皆さん次はゲームの画面で会いましょうバイバイ